吉江さん、スマホの例すごくわかりますよ。スマホをなくしたらすごく慌てますよね。だから何を置いてもスマホ一番に取り返そうとするはずです。と同じようにね、私はね、商売してる時にどうやったら自分のお店とか会社のことをより多くの人に知らせることができるかなというふうにずっと考えてました。で、広告ってものを使いたかったんですけども、なかなかね、お金もないし法的な規制があって、私の関わってるお店っていうのは、ちょっとね、広告に載せるような形が取れなかったんですよね。まあそういうことなんでね、私はどうやったら無料でより多くの人に自分の情報が知らせられるかなってずっと思ってたんですけども、そこに出てきたのが YouTube ですよ。 YouTube がどれほどね、インパクトを持ったメディアなのかってことは、もう私はね、誰よりも痛切に感じています。そしてそれから8年経った今、やっぱり自分の見立ては間違いじゃなかったっていうふうに思ってますね。私はね、今までその YouTube で動画本数、まあ分かりやすく1万本としましょう。1万本以上アップロードしてるんですけども、1万本上げてると思ってください。で、その1万本によって得た金額がおおよそ2億円以上なんですよ。2億円ですよ。そう考えたら私の動画っていうのは1本2万円の価値を持ってるんですよ。これ計算したらむちゃくちゃすごいことだと思いません？最初の1本目っていうのは誰も集客しないし、誰ももしかしたらね、お金を生み出してなかったかもしれません。まあ何人かの人はね、来てくれて振り込みが最速あったんですけども、でも今こうやって1万本以上の動画をアップロードして2億円という金額を、それ以上の金額を手にしてみるとですね、分かることは、やっぱり私は動画ってものに救われた、 YouTube ってものに自分のビジネスを置いてよかったな、しかも世界最強の最大の企業 Google が取引先ですよ。私は言ってみれば、言い過ぎたらね、ちょっといけない表現になるかもしれませんけども、毎日 Google とか YouTube に出社してるようなもんなんですよね。じゃあどの企業に魅力を感じるんですか？他の感じないですよ。まあ企業価値っていうのはいろんな意味がありますから、今シンプルにね、企業の大きさとか信用ってものだけで話させてもらいますけども、毎日 Google から報酬をもらって Google という職場に加えていただいてると考えると、もうね、他の仕事とか職業に魅力を感じることは少ないですね。だから私は今の形がものすごく好きだし、 Google や YouTube も私にね、自由にやることを許してくれてるんですよ。で、動画の警告はまだ一度も来たことがありませんので、おそらく私の活動はそんなに間違えてないんでしょう。で、結果 Google ってところに今チャンネル登録者数がね、1万3000人になりましたけども、1万3000人の視聴者さんと共にやってるこの活動っていうのは、今度ね、客観的に見てクレジット会社、審判会社、ローン会社からも一つの信用になってるんですよね。お話したように、1000万近くのこれがローンがね、通るのが私の YouTube のフォロワーがいたからなんですよ。すごい評価基準だと思いますよね。ということでね、私が YouTube に動画を投稿し続けることで、信用っていうのと、もちろん知名度もありますけどもね、知名度と、あとお金ってものを手に入れてく、こうね、いただいたわけなんですよね。そういうものとしっかりとつながしてもらったんですよ。やっぱり私はね、広告をどういうふうに無料でやるかなってことをずっと考えてきて、 YouTube が目の前に現れてきた時に、これしかないじゃん、これを待っていたんだっていう見立ては間違いじゃなかったと思います。私はそこでね、だから気づいたんですよね。 YouTube が私を救ってくれるっていうふうに気づいたんですよね。これはね、本当に大きいことだと思います。当時私40歳ですよね。 Google のアカウントを作るのが最初どんなにね、頭が痛かったことか、収益化のこうなんですかね、紐付けをするのがどんだけ私ね、あの時手こずったかってことですよ。だってパソコンがこれですからね、 Chromebook っていう1万2000円の中古のパソコンでこうやってたわけですよ。そんなところからスタートなんですよね。そんなとこからスタートして、麻雀ばっかりやって、20時間ライブ見て、毎月のフォローアップライブ見て、コメントグワッと書いて、今に至るということですよね。だからスタートでは私は無様で、吉谷さんとかね、運営の方から見れば、たくさんいる生徒さんの一人で、ちょっと変わったおっさんいるな、この年から大丈夫かみたいな風に見えたと思います。大丈夫なんですよ。結局は気づいている。気づくっていうのはね、こういう風に書きますよね。気がつくと。気がついていれば、気をつけていれば、
気がつくんですよ。広告広告広告っていう風に気をつけていたから YouTube っていうものに気づけたんですよ。私は気づけたからこそ気づきを得たんだと思います。これね、築地の字ですけど、気づいた、気をつけていれば気づくことができて、気づいたからこそ気づき上げることができたっていう風にね、日本人特有のシャレですけども、そういう風に思ってます。本当に YouTube 私の人生を助けてくれたと思ってます。で、余談なんですけどもね、余談なんですけども、ここからは私個人的なのろけでございますけども、私今の奥さんに出会ったのが私がね40過ぎてからなんですよ。当時奥さんは22歳、23歳の誕生日がもうちょっとで来るよみたいな話をしてたのをちょっと記憶してます。そんな言ってみればね、当時のおじさんの私から見たら今はもう大おじさんですけども、若い女の子が私の目の前に現れた。その時私気づいたんですよ。あ、自分の好みのタイプで性格、もしかしたらこの子を逃したらこれ以上の逸材は現れない、私と組み合わせがいいのは現れないかもしれないっていうふうに私は思いました。気づきました。で、それから今8年経ってね、それから知り合ってから8年ですよ、8年経って今思って、あの時に思ったのは間違いじゃなかったなっていうふうに感じてます、だからね、ずっとね、気をつけているってことは非常に大事だなと思いました。気をつけていれば気づくことができるし、気づきを積み上げていったらまさに気づき上げることができるんだなっていうふうに思いましたね。ということで、私はこうやってね、目を光らせていたわけですよ。いろいろと色恋ビジネスに目を光らせていたわけですよ。40でもう年がいもなく40過ぎて、そうするとビジネスと家庭というものが手に入ったわけですよね。で、これはね、私が本当に幼い頃から大人になったらそうなるもんっていうふうに固定概念で思ったことなんですよ。しかもその固定概念は私には結構合ってましたですんでね、よかったなと思いますけども、通常これは20代でやるべきことだっていうふうなのもね、私もよく存じてあげております。私はだからね、時代に20年遅れてるんですよ。時代に20年遅れてるけども全然構いません。だって今自由だからね。だからとっても自由にやらせてもらってますよ、吉田さん。ということで、9日でしたっけ、いらしてください、いらっしゃい。